それでは園長恭介による変面ショーを開催いたします。大きな拍手でお迎えください。
では京介様、今一度皆様の前にお願いいたします。京介さんです。ありがとうございました。京介さん、それではせっかくなので、本日は記念すべき夜間会館の第1回目でございます。今後の抱負と、そして皆様の前で演じられた、長時間演じられたお気持ちをですね、皆様の前で語っていただければと思います。すみません、マイクが1本しかございませんので、そのままお渡しいたします。お願いいたします。こんばんは、京介です。そうですね、今回夜間イベント、会館イベントで第1回目だったんですけども、自分もひなちゃんもお客様の前で踊るっていうのはもう1ヶ月以上になるので、とても楽しみにして、でも自分もひなちゃんももう裏でやると緊張してました。でも、そうですね、皆様が楽しんでいただけるようにっていうのを一番心がけて今日、演技させてもらったので、楽しんでいただけたらよかったと思います。これからもまだまだ、毎週土曜日続くので、よろしかったらまた来てもらえると嬉しいです。ありがとうございました。何をそんなにこわごわしているんでしょうか。ありがとうございます、京介さん。今日、はい、京介さんが、はい、種を教えてください。種を知りたい。種明かし、種明かし。京介さん、どうしましたよ、この質問。はい、じゃあ京介さん流にですね、誠実に答えていただければと思います。誠実に、仕掛けはですね、中国の国家機密になりますので、すみません、申し訳ないです。ここは日本ですよ。ありがとう。こちらこそありがとうございます。すみません、ちょっとマイクの調子が悪いため、なかなか皆様にお聞きづらい、形になってしまっており申し訳ございません。京介さん、今日新たに皆様の前で演じられた技もあると思います。そして今日なんと13分間変面演じられたんですよね。京介さん、通常7分8分ぐらいでしたね。今回のテーマは、この会場にいるお客さん全て一人一人に対して、そして全員に楽しんでいただくっていうのを京介さんテーマに演じられたそうです。皆様、伝わりましたか。ありがとうございます。はい、では京介さん、最後に今年の抱負をお願いいたします。はい、ですね、今年はですね、まあ、この夜間会館、毎週、まあ、基本的に毎週踊ることにはなるんですけど、この夜間会館で自分は一番そのお客様をもっと楽しませれるような演技をしたいというのが目標なので、この毎週毎週踊っていって、どんどんスキルアップしていきたいと思います。と、まあ、これはずっとデビューの時から言ってるんですけど、人を感動させ、見ている人たちを感動させるような、演技をしていきたいと思いますので、これからもよろしくお願いします。ありがとうございます。長崎公衆業専属の編入士としては、もう少しトーク力とね、面白さを身につけていただけたらなお客様が喜ばれるんじゃないかなと思っております。プレッシャーですね。はい、京介さんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、
素直になった時も非常にイケメンでありながら、そして心では真面目で誠実な変面師でございます。末永くよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ではこの後19時45分からのアトラクションは、ジャオ踊りを予定しております。ジャオ踊りは、はい、ジャオ踊りの時に行われる、トークも、はい、非常にもう聞きどころ満載のキレキレのトークを披露していただけます。はい、これは必聴でございます。ジャオ踊りは19時45分から開催予定でございます。夜の講師寮をまだまだお楽しみください。